桜カード株式会社は、かつて存在した、三井住友銀行の子会社で、三井住友フィナンシャルグループにおける、JCB グループのクレジットカード事業を行っていた、企業である。2016年4月1日、セディナトが合併した。JCB グループ会社として、JCB ブランドのクレジットカードを発行し、その会員数は株式会社、JCB 本体についで2位であった。 太陽神戸銀行及び三井銀行が合併して太陽神戸三井銀行となった翌年の1991年にそれぞれのクレジットカード事業主会社を統合し太陽神戸三井カード株式会社が発足した1992年に太陽神戸三井銀行が桜銀行に解消したことに伴い当社も社名を変更した2001年4月に 三井住友銀行の子会社となってからも、社商、カードデザインに桜銀行の交渉を継続使用していた。なお、カードブランド名称としての桜カードは、太陽神戸三井カード時代から使用している。太陽神戸銀行の前身の一つである、神戸銀行は株式会社 JCB に大株主として出資しており、現在も、旧三井銀行持ち株分などを合わせた持ち株分で、 主要株主となっている。この時2社合わせてフランチャイズとしての3セグメントのカードを発行していた。三井銀行をメインバンクとする三越の提携カード、三越カード UC や東芝グループ従業員対象の東芝グループカードを発行していた関係もあり、1990年代まで発行済みカード会員数はフランチャイズカード発行会社では最も多かった。 2001年4月1日に親会社の桜銀行と住友銀行の合併による三井住友銀行発足時に重複するクレジットカード事業を早々に統合することとなり2001年7月に桜 UC カード事業を三井住友カードに会社分割方式で上と簡易吸収合併させ三越カードなど提携カードを含む UC 会員は SMC が設置した三井住友カード UC というカードブランドへ移行した。なお、2000年11月10日の発表時には SMBC 発足と同日の2001年4月1日実施としていたが、商法の平成12年改正施行による準備が生じたことで順延となっている。これにより、桜カードは JCB カードのみを発行する会社になったが、 VJ の設立メンバーである SMC が、ライバルの UC カードを扱う異端的な状況となった。その後、2003年前半に、三井住友カード UC は、三井住友カードに、旧、桜 UC 会員として切り替えられ、切り替えを望まない者は大会となった。2009年12月7日から、三井住友銀行の個人預金者向け優遇サービスである。 SMBC ポイントパックのポイントを桜カードの JCB 置起動キーポイントプログラムのポイントに移行するポイント交換サービスを開始。それと同時に桜 JCB カードの引き落とし口座を SMBC にした場合にはコンビニ ATM や三井住友銀行管轄の ATM の時間外手数料無料になるサービスが開始された。また、 SMBC 発足後間もなく新規募集を中止した桜 JCB カードと三井住友銀行の普通預金キャッシュカードが一体化したワンダーカードの取扱いを2010年に再開したが2014年7月13日をもって新規申し込み受付は終了した。なお、すでにワンダーカードを契約している人は引き続き利用できる、他、紛失や破損、汚損による 再発行等の手続きも可能である。三井グループ各社の役員間の相互親睦と情報交換を目的とする会合、月曜会の会員企業であった。三井住友銀行系のクレジットカード会社としては、桜カードが JCB ブランドを三井住友カードがビザマスターカードブランドと住み分けしていた。2002年12月に、 三井住友銀行は株式移転により三井住友フィナンシャルグループの完全子会社となり銀行の完全子会社であった三井住友カードは2003年2月に親会社が SMFG へと移動するも桜カードは現在も三井住友銀行主会社のままで2008年10月1日に設立されたクレジットカード事業中間持株会社である SMFG カードクレジットにも合流していなかった。そのような状態が長く続いたが、2014年6月2日、SMFG は桜カードとセディナとの間でクレジットカード事業の統合を進め、2016年4月を目途にセディナへ吸収合併を実施することで合意した。これに伴い、2014年7月13日、 ゴロをもって、桜カードは一般に募集していた全カードの新規入会募集を中止した。この結果、都市銀行系で FC の JCB カードを新規募集するカード会社は理想なカードのみとなっている。2014年7月14日から、三井住友銀行のキャッシュカード一体型、クレジットカードは、ワンダーカード JCB に代わり、セディナから、 セディナカード JCB と一体化した SMBCJCB カードが発行されることになった。これは JCB ブランド開放のセディナカードのであるため、桜カード JCB とはポイントサービスを含めサービス内容は大きく異なるものとなっている。桜カード JCB については当面サービスを継続するとアナウンスされていたが、提携カードの投資バグループカードを扱っている。 イオンプロダクトファイナンスの公式サイト上では2015年末をメドに株式会社 JCB へ移管される予定と掲載されていた。招待制の桜カード JCB ザクラスは株式会社 JCB 発行の JCB ザクラスへの移管を希望した顧客を除き2015年7月からセディナプラチナカードに切り替えられた。その他の桜カード JCB は 2015年12月16日付で株式会社 JCB に移管されるが更新までカードの差し替えは行われない。また、三井住友銀行 SMBC ポイントパックにおける手数料優遇の対象外となるため手数料優遇を受けたい場合は新たにセディナが発行するカードを申し込むよう案内されている。法人向けカードについては引き続きセディナが JCB のフランチャイズとして参加し、JCB 本体に準じた種類とサービスのカードを発行している。ありがとうございます。